ークの朝ごはんでは人気のイサクトーストでピザの出前注文しました。マジで韓国でさ朝食食べるってなったらみんなイサクトースト並ぶよね。明洞のあたり店舗もいっぱいあるんですけど、てか韓国国内全体でね店舗めっちゃあります。でね、新メニューを2種類注文していました。あとサイドも一緒に。美味しそう。こっちがね多分ヤンニョムチキンですね。絶対美味しいやつで、こっちがスクランブルダブルモッツァ、もうモッツァレラがダブルで入ってます。でね、スクランブルエッグがちょっといっぱい見えてなきゃいけないんだけど、こんな感じ。スクランブルエッグです。いつもの卵より結構分厚い。でこれサイドメニューでね、なんかこのマッシュポテトのちっちゃいやつみたいな、これも注文してみました。はい。で飲み物、今日はねちょっとコーラかなと思ってクレヨンしんちゃんのカップにコーラ入れて飲みます。いつものビーガンコーラです。はい。でね、今日注文したものなんですけど、さっきも言った通りリアルヤンニョムチキンサンドで、スクランブルダブルモッツァサンドと、あとポテトポップっていうんですね。これで合計で宅配用も込みで合計14,300ウォン、約1,430円かな。じゃあ食べます。いただきます。じゃあ先にちょっとポップいこうか。これさ、ケチャップついてたよね。ケチャップどこいったん？あったあったあった。これケチャップつけてくれてます。はい、じゃあケチャップでいただきます。マッシュポテト美味しい。ハッシュドポテトか。朝マックってさ、ハッシュポテトめっちゃ美味しいよね。私あんまりフライドポテト食べないんですよ。そこも好きだけど、めっちゃ好きっていうことじゃなくて。でもすごいのがさ、妊娠中マジでポテト、フライドポテト噛みすぎて、美味しすぎてめちゃくちゃ食べてた。スクランブルダブルモッツァ。めちゃくちゃ美味しい。パンがね、ちょいフレンチトーストっぽいバター焼きみたいになって、チーズトロトロって、すごいな、チーズ量。スクランブルがね、また甘めで美味しい。結構ソースは他のやつってチリとかピザトーストとか、なんかマヨネーズとかパンチの効いたやつ多いけど、これ結構薄めだな。多分具材自体が味がいっぱいついてるからかも。うわ、コーラ合う。さっきさ、横から見た時結構卵が薄いのかなって思ったけど、食べてると結構ね、もうスクランブルがふわふわ。ちょっとごめんなさい、これもう食べかけちょっと見せるんでごめんなさい、いつもの通りごめんなさい。ほら、このスクランブルのふわふわ感で、チーズもたっぷり。これ美味しい、すごい好き。じゃがいも、じゃがいもじゃない、ハッシュドポテト美味しい。この潰れてる感じもこれ好きだよ、こういうの。卵、スクランブルの中にコーンも入ってる。大量のモッツァレラ、ハム、コーン入りのスクランブルエッグで、ちょっとねマヨネーズ下にやっぱ塗られてます。やっぱこれめちゃくちゃ美味しいわ。スクランブルふわふわだ。なんか明洞にあるイサクトーストの店って、イートインないんですよ。結構路上売りというか、その場で買ってテイクアウトで、周りでみんなお店の近くでみんなこう立ち食いしてるみたいな、よく見るけど、あれもいいよね、朝からなんか韓国らしくて。なんかイートインがあるお店とか行くと、作ってるとこが意外と厨房で中で見えなかったりするけど、テイクアウトのみのとこって中がね、作ってるの目の前に鉄板があってもう見えるんですよ。でっかい鉄板の上にバターバーって塗って、そこにパンを置いてからジュージューっていうのも見るからに美味しそうだからね、食べる前からテンション上げてくれるよね。
今日は私注文したの2種類、あの新商品なんですけど、私一番好きなのがディップチーズベーコンポテトっていうやつがあって、それがめちゃくちゃ美味しい。前動画でも食べたことあると思うんですけど、マジであれ美味しいから絶対食べてほしい。たださ、ミョンドンの店舗とか行くと、なんかミョンドン店って何店舗かあるんですよ。3つぐらいあったかな、ミョンドン内に。なんかね、あのメニューあるとことないとことあるんですよ。なんかすごい行列ができるから、ミョンドンってやっぱり観光客の方みんな食べに行くから。そしたらもう定番の作りやすいメニューだけをね、5種類とかしか置いてなかったりするんですよね。だからさ、もしよければあのミョンドン店にもね、このメニュー置いてある店舗もあると思うから、これちょっと一回食べてほしい。ディップチーズベーコンポテト。こっちヤンニョムチキンだよ。めっちゃ美味しそう。ヤンニョムチキンが、色の染まったチキンが入っております。でちょっとね、キャベツが挟んであったりとか、ヤンニョムソースがすごい、めっちゃしっかり入ってる。めちゃくちゃ美味しい。まだチキンたどり着いてないけど、もうすでにヤンニョムのソースでめっちゃ美味しい。ほら、こっち側とかめっちゃヤンニョムのチキンが見えてる。めっちゃチキン美味しいやん。もう普通にチキン屋のチキンだ。ハイクオリティ。ちょっとさ、これヤンニョムソースのタレがすごすぎてめっちゃこぼれ落ちそう。おいしい。甘めの濃いヤンニョムめちゃくちゃ合う。わかります？このさ、タレとかソースに浸ったしなしなのキャベツが美味しいの。共感してくれる人いるよね、絶対。めっちゃジューシー、肉が。私さ、挟まってるやつだからさ、結構薄っぺらいというか、なんかもう挟みやすい肉を挟んでると思ったけど、しっかりチキンだわ。チキン屋のヤンニョムチキン。うん、もうこっちはこっちで美味しい。ちょっとやばい、美味しすぎて感動してる。浸ったキャベツが余ってる、もったいない。私さ、もったいない病なんだよね。そんな病気はあるのか。もったいないの、ちょっと残ってるのとか、ちょっとついてるみたい。ご飯粒もそうなんだけど、すごい気になっちゃって。だからさ、寿司屋とか行くじゃん、多分性格出ると思うんだけど、私はもったいないの嫌だから、なんかお醤油とか使う分だけ入れたいの。だから使い切りたいから、もうちょっとだけ入れるんですよ。でつけるのなくなったなって思ったら、また醤油足すみたいな、ちょっとだけ。だから絶対最後にこう余った状態で買いたくなくって。でもさ、たまに気使ってこう醤油入れてくれる友達とかがいるとさ、もうなみなみ入れてんだよね。もったいない、絶対これ余るやんと思って。めっちゃね、もったいない病が出ちゃうんですよ、そういうとこで。まあ環境とかそういうのにはいいと思うんだけど、ちょっとそういうとこで神経使いすぎてるなって思うから、良くないなと思ってる。なんか変なとこで神経質出ちゃう。あ、美味しかった。だからさ、ちょっとあのよく言われるんですけど、モッパンとかでたまに残ってたりとかするじゃないですか。絶対後で食べるからね、私は。だからこのコーラとかもそうなんですけど、最後さ、コーラちょっと余ってたりしても、動画だからって言って無理に飲み切るとかじゃなくって、一旦その場で終わって、その後例えば撮影終わったって、だいたい編集するから、編集しながら飲んだったり、セカンド撮りながら飲んだったりで全部飲み切ります。
捨てません。ちょっとなんか残ったやつは捨ててるって思われたらなんかすごい私は悲しいので、じゃないですよっていうのを今お伝えさせていただきました。ということで、ちょっと待って、あのね、これイサクトースト、私ね正直今日注文するのはもう普通に1人前でいいかなと思って、あのスクランブルの方、チーズが入ってる方だけ注文しようと思ったんですよ。危なかった。正直言うとヤンニョムの方が断然美味しかった。あのスクランブルの、あのモッツァレラの方はなんかすごい伸びるし、インスタ映えだし、まあ、朝食べるにしてはいいのかもしれない。優しい甘さで、で多分ね子供とかも絶対これが好きだから、まあ、すごいこれを推せるんですけど、ヤンニョムチキンちょっと私感動した。マジで朝からはちょっとパンチが強いかもだけど、めっちゃ美味しかったです。とにかくヤンニョムのソースがドバッとたっぷりついてるチキンに、でチキン自体がソースに浸っちゃうとさ、チキンの衣ってちょっとひたひたになるというか、テロテロになるというか、ちょっとこう柔らかめになるじゃないですか。あの本来のさ、サクサク感を味わうことでできないけど、これちょっとサクッと感も残ってるし、チキンのお肉自体がすごくねジューシー、なんかあのよくあるパサパサの肉じゃない、チキン自体が美味しかったのもある。まあね、本当にヤンニョム味が好きな方、ヤンニョムチキンファンの方、ぜひ食べるといいと思います。めっちゃ美味しかったです。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。どうやって置くのが正解なのか。